おはようございます。今8時過ぎぐらいです。自宅を30分ぐらい前に出ました。今の気温4度、結構寒いですね。足先が冷たいです。ここは大仙公園ですね。目の前に見えているのは利中天皇陵古墳という古墳だそうです。ここも結構大きいですね。はい、今日は TB1E で走り出しています。今日はですね、結構まあ早く家出てるわけですけども、バッテリー残量が 95% ということで、今日は TB1E のこの一番強いパワーモード、これですね、3つ目のこのパワーモードを使って、どこまでいけるかっていうのをちょっとしてみたいなと思います。まあ、だからバッテリー残量が 50% ぐらいになったら、まあ折り返してくるっていう、まあ、イメージかなと思います。確か公式では、60キロちょっとぐらいかな、70キロ弱ぐらい走りだと思うんですけども、実際はもっとでも走れるかなと思うんですよね。快晴充電もあるから、まあ、一応今回走る道はほぼ平坦で行きます。だから、まあ自宅を出て大阪市内を通って大阪を北上していきたいなと思っています。はい、じゃあ安全運転で行きます。まあ、堺東に向かって走ってます。まあ、一応堺市内も結構、まあ、大きい道は割とこの目の前にあるように自転車レーンっていうのが増えてきてます。思いっきり押し歩きします。 TB1E の弱点の一つはこの小回りの効かなさですね。電動ママチャリの、まあ、見た目スポーツ版だと思った方がいいなっていうのはありますね。よいしょ、大和川を渡ってます。いい加減ちょっと朝食べたいな、お腹空いてきた。ドナルド、マクドナルド。じゃあ行きます。今バッテリー残が 85% 残ってます。南海電鉄の塩見橋駅です。結構古い駅舎ですね。すごい駅舎、結構古い駅舎、歴史ありそう。新浪速筋を北上しています。おお、すごい。ウツボ本町系通過しています。この辺りのウツボ公園の周辺を今走ってるんですけど、昔15年から20年ぐらい前にかけてこの近くに住んでたので、すごい懐かしいですね。梅田とか難波の中間地点なんで、どこに行くにもめちゃめちゃ便利で、自転車でも十分行けるし、歩きでも行けるぐらいで、すごく便利なところでしたね。まあ、昔はマンションもすごい少なかったんですけど、今はもうマンションもいっぱい建ってて、あの頃はもうスーパーマーケットもすごい少なくて、買い物行くのも意外と苦労してたから、随分変わったなと思います。非常に綺麗に、綺麗な街並みになってきましたね。すごい懐かしい。今ちょうど中之島過ぎてます。右手の方には国際会議場とか科学館とか、最近できた中之島美術館とかもありますね。今度行ってみたいなと思います。淀川です。淀川大橋、右手の後ろの方には梅田の高層ビルが並んでますね。やっぱり淀川大きいな。
なにわ自転車道なんですね。ここ前一回調べたことあって、ああここなんですね。ちょっとまあ家から遠いからなかなか来る機会なかったけど、またまた国道2号線。じゃあしばらくこの道走るみたいなんで、ちょっとどんな感じの道か走ってみたいと思います。おお、川が見えた。見えてきましたね。はい、今向こうの方からなにわ自転車道を走ってきてます。この見えてる陸橋が JR ですね。で、目の前を流れてる川が神崎川というそうです。ここは初めて来ました。で、TB1E があって、で、まだまだ向こうの方に走っていきます。意外と走ってる自転車少なくて、結構穴場なんですかね。じゃあ先行きます。なにわ自転車道いいですね。すごい走りやすい。景色もこの辺まで来たらすごくいいし、水辺が近いのがいいですね。今バッテリー残量は 70%。 まだ行けますね。結構お腹が空いたんで、麺屋スマイルさんっていうあのラーメン屋さんで今食べてきました。多分定番であろう、あの鶏白湯そばって食べたんですけど、美味しかったですね。すごい温まりました。あの唐揚げもカリカリジューシーですごい美味しかったし、ましたよ。こうどこだか分かりますか？ちょっと音が聞こえてきてるけど、おお、来た来た。歌島橋交差点案内図。この歌島橋交差点っていうところ、あの横断歩道がなくて、こういう風に地下通路を通って交差点の向こうに渡れるみたいです。すごい広い地下通路です。すごいな。じゃあ行きます。
今の大阪市内の、コンビニで、コーヒー休憩です。距離が今63キロで、バッテリー残量が残り 45% です。ちょっとまた小腹が空いてきたんで、コンビニでこういうレーズンサプリとか、ついついもっちりクレープとか買っちゃいました。ちょっとこれで休憩してまた帰りたいと思います。もう間もなく自宅近くなんですけども、走行距離が90キロ超えたところで、バッテリーの残が残り 12% ですね。今日このパワーモードで、まあ、ほぼほぼ自宅周辺覗いたらもう平坦だったんですけども、それであればもうあれですね、100キロは余裕でいけますね。パワーモードだけでもカタログスペックは確かこの方が53キロぐらいで、新しい2022年度モデルでも63キロぐらいなんですけど、それから比べてもまあ30キロ40キロぐらい多く、下手したら倍ぐらい走れてますね。だからかなりスペック、まあめちゃめちゃ乗れるっていうことですね、 TB1i。 はい、ということで今日の動画が面白かった、少しでも役に立ったという方は、よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。